ダノン55とは、アメリカ合衆国産で、日本で調教されていた、競争馬である。2007年4月に開催された、キーインランド2歳トレーニングセールにて、吉田勝美に40万ドルで落札された。馬名の由来は、冠名ダノン、イケイケ。イケイケと叫びたくなるような活気ある走りをするように、願いを込めて名付けられた。2007年11月3日、 デビュー戦を勝利で飾る。その後、赤敗を続けていたが、2008年2月16日に2勝目をマーク。3月15日、中京競馬場で行われた、ファルコンステークスに出走。道中は後方を進み、第4コーナー地点で、出走18頭中15番手からゴールまで300メートル、足らない直線コースで、小倉2歳、ステークスカチューマ丸ぶツイースター。 フェアリーステークスカチューマルルパンブルーなどをまとめて、差し切り、自身、場所のダノックスともに、重傷発制覇を果たした。しかし続く、ニュージーランドトロフィーでは、前走同様に後方から進むが差し切れず、結果は7着だった。初の GI 出走となった NHK マイルカップでは、スタート直後にダッシュがつかず、最後方からの競馬となってしまったが、 東京競馬場の長い直線を最後追い上げ3着に入った。レース後は放牧に出され、8月20日に帰球。セントールステークスからスプリンターズステークスを目標に調整されていたが、クッケンエンを発症してしまい、再び休養することとなった。約2年の長期休養を終えて2010年5月30日のクラマステークスで復帰したが、見せ場なく12着と大敗。 6月23日の調教で、クッケイエン園を再発したため、6月30日付で JRA の登録を抹消して引退。ノーザンホースパークで乗馬となる予定であったが、熊本県の村山牧場で種母馬となった。2020年に種母馬を引退。種母馬引退後は、高知県戸佐清水市の足摺りダディ牧場で功労馬となる。以下の情報は、 netkeiba.com の内容に基づくありがとうございます。